現場となった家のすぐそばには山があります。付近の人によりますと、今年は特に熊を目撃することが多いということです。警察などによりますと、今日午後4時半ごろ、福島市町にまさかで、自宅の庭にいた70代の男性が突然現れた熊に顔を引っかかれる被害がありました。男性は病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。男性は 大きさの異なる2頭のクマがいたと話していたということで子連れのクマだったとみられています警察と福島市が外出を控えるよう注意を呼びかけながら周辺でパトロールを行っています